サニマロ、カサニマロ、二人組教育系 YouTuber、カサニマロ、せーの、カサニマロ。どうも、こんにちは、カサニマロ系統のベトです。よろしくお願いします。今日はですね、超効率的内職法ということで、ね、お話をしていきたいと思います。カサニマロ。内職のやり方にですね、先生の3タイプっていうのと、内職のスタイルに4レベルっていうのがあります。とりあえずここからね、紹介していきたいと思います。まず先生の3タイプということで、全然廃藩じゃないんですけれども、授業が分かりにくいタイプ、分かりやすいタイプ、そもそも内職させてくれないタイプってことですね。この3タイプがいると思うんですけれども、まず、授業が分かりにくい場合に関しては、授業分かりにくいものを頑張って理解しようとしても、もうなんか上っ面の理解だけで終わっちゃったりするんですよね。要は、その、まあ、表層的なものと深層的なものがあります。要は解放とかだけで、とどまるような表層的な上っ面だけの理解と、深層的な理解って言って、その原理原則イメージまでこう理解していくっていう、この2つのレベルがあるわけですよ。分かりにくい先生の授業を聞くと、この真相の部分まで至れないですよね。分かりやすさとともにこういうのって下に下に行くことができるので、っていう意味で授業が分かりにくいタイプの先生の場合は内職してください。完全に違う科目をやるっていうのはなかなか微妙だと思うんですけども、教科書先進めておくとか、参考書で進めておくとか、予習をしておくとか、いろんなやり方があります。はい、っていう形で頑張ってみてください。で、授業が分かりやすいけど内職する場合ですね、これの場合はですね、解放暗記に陥りがちだっていうことなんですよね。で、授業が分かりやすいのに内職を無理にする必要はないです。っていうのは、自分でやるとこれも表層的な理解でとどまりがち。で、何かというと、だから、カサニマロ。で、最後ですね、内職ができないパターンがあります。で、こういう場合はですね、無理やり内職をしようと思っても、集中できないわけですよ。で、集中できないぐらいだったらもう授業聞いた方がいいです。で、ただ、授業が分かりにくいタイプいますよね。内職ができないのに授業が分かりにくいタイプっていうのがいると思うので、こういう場合は予習をしておいてください。予習をしておけば、全然先生の言ってることがよく分かんなくても、とりあえず復習になるじゃないですか。分かりにくくても復習として聞く分には全然問題ないんですよ。だから、とりあえず予習をしておいてください。って形でもう何が最善かっていうふうにね、考えていただければいいかなというふうに思います。正直、どの先生を引き当てるかっていうのはガチャなので、有利不利とか正直あると思います。ただどれが最善なのかってことで考えてみてください。じゃあここからですね、実際の攻略について紹介していきたいと思います。内職のスタイルの4レベルということで、まあ、とりあえずね、なんか 1,2,3,4,5 ってあるとしたら、まずは授業を聞くっていうのが内職のレベル0ですね。まあ、だからこれちょっと含めません。で、一つ目が、教科書で先に進むっていうやり方ですね。数学なんかだとやりやすいんですけど、先生が説明してる間になんかもう俺解けたから次の問題いい子っていうので、次の問題に先進んでおくっていうのが、まあ、一つおすすめです。で、そうすると何がいいかっていうと、自分で理解をしたので、自分なりのロジックでもって覚えられるんですよね。で、それって先生から聞いても自分なりのロジックで理解するっていうのは、まあ、不可能じゃないですか。だって先生のロジックで覚えちゃいますからね。なので、授業を聞くっていうのはもちろんいいんですけれども、教科書で先進むっていうことのメリットとしては、自分の理解ができるっていうことなんですよね。で、自分の理解をするっていう意味で、まあ、教科書で先進むっていうのをちょっとやってみてください。で、レベル2、参考書で先進む。僕は結構これがちょうどよくおすすめなんですけれども、っていうのはちょっと内職あまり許してくれないタイプの先生だったら、お前何開いてんねんっていうになるから、教科書の方がいいと思うんですけれども、ちょっと緩い先生だったら参考書とかがいいと思います。教科書っていうのは結構正しさ重視です。で、参考書っていうのは分かりやすさ重視なんですよ。だから参考書で、ね、分かりやすいインプットをやった方が、そのさっき言った深層的な理解まで持っていけるんですよね。なので、参考書で内職するっていうのが、僕はおすすめです。解説も分かりやすいですね。で、次レベル3、全く別の単元をする。で、これなんかは全く別の単元っていうことなんで、国語とか英語とかでこういうのがあるのかなっていうふうに思うんですけれども、コミエとか現代文の授業をって結構精読によるんですよね。精読に振ってるんですよ、学校の授業って。でも共通テストって速読が問われるわけですよ。じゃあ共通テスト対策をやりたかったら、学校の授業を聞くよりも共通テスト対策を自分でやった方がマシだよねってことになるじゃないですか。だから、そういう意味で、もう共通テストの問題集を、持ち込んでやっちゃう、やり方もあるかと思います。まあ、ただこれに関しては本当に優しい先生だったら許してくれるかもしれないですけれども、先生自身も不服に感じたりするかもしれないですし、許してくれない可能性もありますので、まあ、これはあんまりお勧めしません。できそうだったらまあやってもいいかなというか、まあ、先生の授業があんまりにも広いんだったら、まあ、ちょっと考えてみてください。で、例えば現代文とかで、そういう、なんか、現代文の先生厳しいです。でも分かりにくいです。でも俺はセンターの対策やりたいっていう場合やったら、教科書の内容を自分で熟読する。禁止分解してもいいです。そういう風になんか、自分なりに勉強するっていう方向で、教材は教科書にする。みたいな感じにすると、内職がバレにくくなったりはします。はい。レベル4ですね。別の科目をする。これはちょっと難易度高いんですけど、ただまあ、私立専願とかの人でもう使わない科目がもう、鼻からある状態だったら、まあ、僕の友達がやってたのは、もう数学の先生とかに、もう私数学使わないんで、国語やっていいですかみたいな感じで聞いて、もうお前はもう国語をやれというふうに許されたんで、合法的に内職をしてたっていう人がいるんですね。っていう形で許可を取ってもいいですし、で、僕の高校の頃の科学の先生はもう科学使わない人は席後ろの方にして、自分の勉強やってくださいみたいなことを言ってたんで、そういうのが許される先生だったら別の科目をやってみてください。っていう形でなんかいろいろレベルがあるんですよね。なので、とにかく僕のこの動画でお伝えしたかったことは、最善
の、内職をねやってほしいなっていうことです。内職できないようやったらもうやらなくていいです。もうあの予習をして、分かりにくい授業を頑張って理解するっていう方向で頑張ってみてください。もしくは教科書で先々進むっていうのだと、バレにくかったりします。まあ、あとはその、古文とか英語とかだったら辞書を開いて辞書で、調べるみたいなのをやっておくとどんな怖い先生もバレなかったっていうのは、まあ、僕の経験談的にありますっていう形でなんかいろいろ試行錯誤してみてください。僕の一番のベストは参考書で先々進むっていうのがおすすめでございます。じゃあ終わりましょう。